竹内真一、1983年12月10日隊は、兵庫県神戸市西区出身の元プロ野球選手、内野手、外野手。神戸市立平野小学校4年時に、神戸市少年団リーグの軟式少年野球チーム、平野少年団に入り、野球を始める。左利きにもかかわらず三塁を守り、当時は竹内が全てのワンマンチームだったという。同学年の栗山巧も同リーグの庄司少年団に所属していた。神戸市立平野中学校時代は硬式野球ヤングリーグ神戸スマクラブに所属し投打に活躍し、全国大会にも出場。里志弁和歌山高校に進学し、投手から野手に転向。1年からレギュラーとなり、1年夏の第81回全国高等学校野球選手権大会では、田中博康擁する尽誠学園などを破り、勝ち進むも、準決勝で岡本直也擁する岡山理大附に、サヨナラ負けを喫し4強となり、2年時には今なお、高校野球史上最強打線と呼ばれる、強力打線で3番を担う。春の第72回選抜高等学校野球大会で、小島慎次郎擁する国士舘校や勝木良太、勝木義人擁する柳川などを破ったが、決勝で、筑波有馬れなり、山本篤を擁する東海大相模に敗れ、準優勝。夏の第82回全国高等学校野球選手権、大会では準々決勝で、勝木良太がエースの柳川高校と再戦したほか、前田明宏擁する中京大中京、加藤良健、中尾俊弘、浅井秀樹、今江俊明、桜井光平を擁する PL 学園、根市弘隆擁する、光星学院、中村一成、山田健太を擁する東海大浦安などの強豪校を次々と破り、チームは7つの大会新記録を樹立して優勝。2年時には、甲子園春夏通算での年間安打数記録を樹立した。3年時には、主将となったが、夏の和歌山大会では、山本義彦擁する和歌山工業高校相手に1回戦、敗退。高校通算47本塁打。高校卒業後は、早稲田大学人間科学部に進学。1年春からレギュラーに定着し、2年春にはリーグ3位の打率。405、17打点の成績で、打点王とベストナインに輝く。同年は、田中博康、青木千夫や、鳥谷隆、日下利光、竹内、唯田真太郎と打順の1番から6番までが後に、プロ入りした。3年時には、第2回世界大学野球選手権日本代表にも選出されたが、本塁打への意識の強さから、打撃フォームを崩して平凡な成績が続き、フォーム改善に苦悩した。94kg という体重にしては、足も速かったが、盗塁王は、チームメイトの前田正樹が獲得。4年時のには、主将となり、第34回日米大学野球選手権大会に出場して、最高殊勲選手となるが、アメリカ人とのパワーの違いを痛感し、本塁打へのこだわりを捨てるきっかけになり、その後行われた秋季リーグ戦では、本塁打0ながら打率426で、首位打者と打点王を獲得し、ベストナインに選ばれた。同年秋のプロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズに希望枠で入団。準永久欠番である背番号8を同年引退した佐藤真一から受け継いだ。大学通算で97試合に出場し、通算25人目となる100安打以上を達成し、345打数102安打、打率296、当時の歴代4位となる73打点、12。本塁打、11盗塁、ベストナイン2回を残した。守備では4年間リーグ戦全試合にスタメン出場して無失策だった。は、開幕1軍入りし、4月1日の阪神タイガース戦で安藤裕也からプロ初安打となる同点3ラン本塁打を打つが、飛球を落球して先制点を与える。その後すぐに2軍落ちしたが、イースタンリーグでは主に外野手として50試合に出場し、打率285、出塁率340、28打点、リーグ2位の6犠飛。の開幕は2軍スタートとなるが、リグスの故障により4月22日に1軍合流。5月3日の広島東洋カープ戦で、長谷川正幸からシーズン初安打となる2点本塁打。2軍では打率367、7本塁打、44打点で、首位打者、最高出塁率、最高長打率を記録した。しかし、一塁には、リグス、外野には同じ左打ちのガイエルがいて、一軍に定着することはできなかった。は4番を打っていた、リグスや主軸を期待された、宮出隆次が、相次いで、絶不調に陥り、本職でもある一塁手の座をつかむチャンスが巡ってきたが、安定した打率を維持した、畠山和弘に競り負け、ガイエルが怪我で離脱した外野でも、石井和久の人的補償で西武から移籍してきた、福地久樹が大ブレイクしたことで定位置獲得はならず、主に守備固めや左の代打として出場した。この年も主に守備固めや左の代打としての出場し、シーズン序盤は代打として高い代打打率、得点圏打率を残し、スタメン出場した6月21日の対埼玉西武ライオンズ戦では1試合4安打を打つな、シーズン序盤から中盤にかけては、少ないチャンスをものにしている場面が多かった。しかし、故障者が続出し、出場機会が巡ってきた7月以降は振るわず、またしても定位置を獲得するには至らなかった。10月3日の甲子園での阪神タイガース戦で、走塁時に転倒し、左半月板を損傷、同月に手術を受けた。登録が外野手登録から内野手登録へ変更となった。春季キャンプは昨年手術をした左膝のリハビリにより出遅れたが、キャンプ終盤に一軍に合流し、開幕を一軍で迎えた一塁手の定位置争いは、畠山に敗れ、左翼手での出場が多くなった。2試合続けて本塁打を打つなど活躍も見せたが、2軍落ちも経験し、控えとして1年を過ごした。オフに2012年度のヤクルトの選手会長に、就任したシーズン序盤は代打で結果を出すが、選手会長として宮本慎也の2000本安打達成時に花束を贈るとともに、手首の故障のリハビリに入り、登録抹消。8月中旬に戦列に復帰し、怪我人の穴埋めとして一塁や外野のスタメンで使われることが多かった。統一級2年目で打撃成績は多少ながらも改善が見られた。シーズン序盤は出番があまりなかったが、ミレッジ、雄平の故障、畠山の不調等でチャンスが回ってくる。プロ入り初の満塁本塁打を放つなど、得点圏打率が高く、勝負強い打撃を見せた。一方で、打率は2割を切り、アップスは6割を切るなど成績は低迷した。9月中旬に自打球で骨折し、そのままシーズンを終えた。シーズン序盤は、前年度故障の影響があり、二軍生活が続いた。一軍で怪我人が続出すると、6月下旬に一軍、昇格した。一発があり、チャンスメイクをする働きを見せた。また、一塁守備には相変わらず定評があり、守備固めでの起用も多々見られた。打撃成績は改善が見られ、前年度よりアップスが1割以上上昇した。開幕は二軍で迎え、2軍と1軍の往復を繰り返し、ファームでシーズンを終えた。同年7月12日の対横浜 DeNA 戦では、9回裏無視での一塁走者として、走塁中に、併殺崩しを狙った二塁へのスライディングが、守備妨害と判定された。この判定に、納得のいかなかった竹内は身につけていたヘルメットを、フィールドに叩きつけた。これが、審判員への侮辱行為とされ、自身初の退場処分となった。開幕を2軍で迎えたが、4月16日に1軍に昇格。成績はそれほど悪いものではなかったが、年齢もあり優先起用選手ではなくなったため、2軍に落ちた。その後、1軍に昇格することなくシーズンを終えた。開幕を2軍で迎える。故障者続出のため、1軍に昇格する。サヨナラ安打を記録し、久しぶりにお立ち台に上がった。打撃スタイルを変更し、単打狙いに切り替えた。9月4日の中日戦で3対9で迎えた9回無視一塁の場面でカウント1ボール0ストライクから田嶋真嗣の時速 141km のストレートを右中間スタンドへ運び、自身4年ぶりの本塁打となる1号2弾本塁打を記録。後続を盛り上げる一打となり、12対9でチームを逆転勝利に導いた。10月15日、球団から現役引退が発表された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。